としては、天皇独裁制の消失、そっちの方が良い、気はする。カウンタ制御は、レベル詐称などなど、現実的事例を見ても、悪、だ。略奪愛の敗者、それは民主主義、それ、に従ったがゆえの悲劇ではあり。民主主義が悪い。衝動の起点はそれかも。天皇独裁制は太平洋戦争を始めた元凶ではあり。勝者になった。日本に世界に、どれだけの損害を与えた上で言っているのか。終戦を、捨てられた、これはダメだ。起点は弱者の、我々は豚である、脅威の管理者がいなければ、まともに暮らせない下賤な存在だ。そんな、訴え、から始まるわけで、悪いとしたら、そんな、我々は豚だ、そう、いうところに行くべきではないか？悪とは、人間をやめた奴のことだ、漫画の中では大概。人間とは何か？ともかく、民主主義は犠牲を容認することが。